さてと、その前にだ。お前はとりあえず服を着ろ。トリンティ。お任せください。ありがとうございます。でも、この服って…それでいいんだ。言ったろ、サヤ。夢から覚める時間だって。夢から、兄さんの考えくらいおおむね察しはつく。だが僕はそれを容認することはできない。え、白面さん。違う、僕だ。兄様、どうして。やめろ、貴様がその名で呼ぶね。はい、ごめんなさい。別にいいじゃねえかよ、兄弟なんだから。よくない。はいはい、そうですか。ま、そのうち慣れるだろう。ノエル、いやサヤも気にするな。はい、ですが私もサヤと呼ばれるとなんだかむずがゆくて、できれば今はノエルって呼んでもらえませんか。たっく、相変わらずわがままな奴らだな。ガキの頃から全然進歩してねえ。なんか変な感じですね。またこの三人で一緒に笑い合うなんて信じられねえな。そうですね。さてと、サヤ、いやノエル、悪いが頼みがある。はい、何でしょう。サヤと話をさせてくれ。え、私とですか。いや、ジ・オリジンとだ。でも、彼女はまだ…辛いのはわかるが、頼む。少しだけでいい。ダメだ。ジン…言っただろ、兄さん。僕にはその考えは容認できない。そうか。ま、てめえならそう言うだろうな。だがこれは、俺も譲れねえ。頼む。トリニティ、グラスフィール。ごめんなさい、ジンさん。不意打ちをするような真似をして。貴様、ふざけるな。僕をサノーユニットに戻せ。ジン兄様。無理すんな、ジン。しばらくはまともに動けないはずだ。悪いな、トリニティ。いえ、ですがその代わり。分かってる。スサノオユニットはお前の好きにしろ。どうせ俺もお前と同じことをすると思うしな。ありがとうございます、ラグナさん。兄様、一体何を。兄様はここまでだ。ノエル、認識しろ、俺はラグナだ。ラグナザ・ブラッドエッジだ。え、どういう。ノエル、逃げろ、ここから今すぐに。くそ、腕すら動かないのか。今からお前の夢を終わらせる。どうして剣を向けるんですか。やめてください、兄様。そうはいかねえよ。覚悟を決めろ。行くぞ、このわがまま妹。The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! デッドスパイク!
せーの、ディバッド、人目ドンルズコドンコッせーの、人目ドンコッコッオーレこのままカーネージー死ぞドンコッ強い、強い消えないこのままルズコドンコッ気は済んだかよ。Rebel 2 Action! Cut! Blood size! Cut! Cut! Blood size! Cut! 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 Cut!悪いな、ノエル。それとサヤ。ジン。ダメだ、兄さん。やめろ。その状態でよく動けたな。驚いた。あんなに泣き虫だったってのに。大した根性だよ。兄さんを殺すのは僕だ。兄さんが殺すことは。絶対に許さない。そういや、お前に殺されてやるって約束したっけか。悪いな、その約束はなしだ。ジン兄様、兄様は何をしようと。兄さんは僕たちの記憶から自分を、兄さんを全て消すつもりだ。嘘、嘘ですよね、兄様。ジンの言う通りだ。どうして、どうしてですか、兄様。そんなことしたら私たちは兄様のことを。どうして。ナインは言ってたよな、この世界はジ・オリジン、つまりサヤの見ている夢なんだって。だけど厳密にはそれは違う。この世界は再構成された世界ってだけで、サヤの見ている夢そのものじゃない。すみません、どういう意味ですか。だったらジオリジンの夢って。この世界の奴らはいつだって必死で生きて戦って、そうやって未来を紡いできた。この世界を守るために。だけどある場所をきっかけにして全てはやり直される。今まで起きてきたこと全てを無にしてだ。はい、でもそれは私を。いや、そうじゃないんだ。お面野郎が言ってただろ、お前が存在しなくてもそれは必ず起きて、そして何度でも繰り返される。でもな、情けない話だが、俺がお前に助けられたことで世界は初めて未来へ進んだ。初めて可能性の道が開けたんだ。ここまで話せばわかるだろ。この世界はお前がいなくても存在したが、ある奴がいなくなるとそこで世界が終わる。それって、でもそんな、まさか。やっぱり自分でも気がついてなかったんだな。俺だよ、俺自身がサヤの夢、俺がセントラルフィクションだ。俺が存在する限りサヤの夢は終わらない。この悪夢は永遠に繰り返される。そんな。でもな、どんな悪夢でも覚めればただの幻だ。忘れればそれでいい。それでもダメだ。なら兄さんの存在は僕が殺す。兄さんはただのラグナザ・ブラッドエッジとして存在していればいい。むちゃくちゃなこと言ってるぞお前。
無茶苦茶で構わない。僕が全力で兄さんの夢を終わらせる。面白い、この泣き虫小僧が。できるもんならやってみろ。ほら来いよ、相手してやる。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Dead Spike. まだまだだ。消えた。それでそこか。ライトミラー沈め。決まりよ。弱すぎる。おら。その程度か。うぜ。機関まだまだだな。ジーアネジー邪魔だ。見誤った。レボル2アクション。それで本気なの。しけてんな。邪魔だ。見え見えだ。まだだ、まだだ。やっぱり強いな、ジン。お前はすげえ弟だよ。誇りたくなる。兄さん、まだだ。まだ僕は戦える。でもな、もう終わりだ、ジン。まだだ、あ、まだ、あ、くそ、くそ。情けない顔すんな。お前も兄貴なんだから、もっとしっかりしろ。ノエル、お前もだぞ。兄様。ノエル、お前には家族がいる。お前を本当の娘だと思って育ててくれた人たちが、それに大勢の友達もいる。その人たちを大切にしろ。ジン、お前を頼りにしている奴らはそれこそ山ほどいる。これからの世界にお前は欠かせない人間だ。それにお前の力になりたいと心から願っている奴もいる。誰だか言わなくてもわかるよな。俺はそんなお前たちのいる世界を守りたいんだ。兄さん。兄様。これからはお前たちの力で新しい未来を築いていけ。お前たちにしかできないことだ。頼んだぞ。それと少しは仲良くしろよ。兄さん。じゃあな、ジン、ノエル。お前たちの夢、もらっていくぜ。トリニティ。はい。あんたに、この二人を頼んでいいか？もちろんです。彼らがきちんと戻るべき場所へ戻れるよう、手を尽くします。悪いな。頼んだ。あの、私はこのままでいいのですか？必要か？いいえ、そういえば私の夢は受け取っていただこうにももう叶ってしまいましたからね。
そうかよ。ならいいな。さてと。ラグナさん、どちらへ行かれるのですか？もう一人、夢を覚まさなくちゃいけない奴がいるからな。そいつのところだよ。彼女の夢も、ですか？ああ。とりあえず、それで区切りをつける。スサノオユニットも頼んだぜ。あんたに託すのが、多分今は一番いいだろうからな。あんたなら悪いようにはしねえだろ。わかりました。そちらも任せてください。じゃ、いろいろと世話になったな。トリニティ・グラスフィール。とんでもない。こちらこそ、お世話になりました。さようなら、ラグナ・ザ・ブラッド・エッジ。スサノオ・ユニット、マスター・ユニット、ツクヨミ・ユニットと並ぶもの、人知を超えた、本来ならば、人が手にしてはならなかった存在。まさか、こんなにも長い時間、あなたと同じ世界に存在することになるとは、思いませんでした。人類が教会を発見したきっかけは、地下から発掘された、空っぽのスサノオユニットだったそうですね。神の領域に手を伸ばしたことで、人類の罪が始まってしまった。本来なら知ることもなかったはずの力の存在を知ってしまった。力を欲してしまった人類の渇望が世界を歪め、小さな歪みはついにここまで来てしまったけれど。それももうおしまいにしましょう。どうするつもりなのだ？あるべきものは、あるべき場所へ。スサノオユニットは、教会へと返します。もう二度と、人の手が届かないように。深く、深く、教会の奥へ。礼を言う。トリニティ・グラスフィール。そんな、お礼を言うのは私の方です。白面さんには、どれほど感謝しても足りません。亡霊に感謝など無用。さて、私は先に行こう。白面さん。願わくば、二度と互いに巡り合わぬことを。さらば。本当にありがとうございました。おかげで私は再び会うことができた。セリカさん、バルケンハインさん、ジューベイさん、白面さん、ナインにも、それから、あの人にも、まるで奇跡のようです。いいえ、これはまさしく奇跡でした。その奇跡を連れて、行きましょうか。静かに眠れる場所へ。